チンコ必勝棒のビアコです、本日はですねエンジェル本店さんでラブファイター収録させていただいてるんですけども、今回 CR 江戸の島茶を打たせていただいてですね、現在ところ投資1万7000円で出玉が2000個ある状況です。今回あのガツンと始末してね、社長保留とかいっぱい出して頑張りたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。それでは実践に行っていきたいと思います。社長頑張るぞ。この番組はパチンコ必勝ボンドリームスの美和子さんが人気機種を実践し、大当たり回数や収支などの成績によって視聴者プレゼントを獲得していく番組です。前回に引き続き CR 江戸の始末や新日最強列伝を実践。条件はご覧のようになっています。覚悟しろ手玉や美和子のラブファイター。この機種のスペックはご覧の通り、大当たり確率は 378.8 分の1、各辺突入率は 92% となっています。大当たり割合はご覧の通り、この機種は ST 機となっていますが、通常当たりの場合もあるので注意が必要です。なおへそと電柱の大当たり割合は同じとなっています。ゲームフローです。通常時からご覧の3つに移行すると2ラウンド各辺は小当たり、新始末屋モードが一番期待度が高くなっています。大当たりは3オア7図柄から突入する16ラウンド各辺の一撃ボーナス、14ラウンド各辺のビッグボーナス、その他の図柄から突入する5ラウンド各辺オア通常のミドルボーナスの3種類。ラウンドが終了すると連鎖80回 ST オア時短の残弾モードへ突入、ループ率は 90%。 このモード中は80回を消化しきる前にリングが合体すれば残り回数が回復、80回を消化しきると通常ステージへと戻ります。始末屋モードを2ラウンド各辺で引きますが、投資は止まりません。味覚を引いているのですが、なかなか大当たりには至らず、通常だと思い込んだのですが、期待大の新始末屋モードへ行こう。そしてそこから念願の大当たり、持ち玉も増やしましたが3連チャンで転落。その後再び16ラウンド各辺を引き当て連チャンを期待したのですが、あえなく転落し、そこで前半終了。はい、後半戦頑張ります。前半戦で申し上げたんですけど、あの7で当たった、最後何人倒したっていう画面、あれは5ラウンドのみらしいです。5ラウンドを当たった時にスルーした場合のみ6回をして判別できるそうです。まあ7とか3はねとか2ラウンドは確変状態確定なので出ないらしいです。で、こちらの機種の王道なんですけども、保留が変化して疑似連算して運んでてみたいな、まあ疑似連算しなくても当たるとき当たるんですけども、やっぱり大事なのは保留変化で、下から順番にハテナ、ビックリハテナ、ビックリハテナ2つ、その上に、タイガー、ライガー、虎の形したこれがあって、その上が丸っこいこのこれですね、新口のマークらしいです。こちらのマークが最強です。これが社長なんで、社長が出たら熱いです。期待できるのは、タイガー、ライガーからですね。ただビックリハテナとビックリハテナ2つからでもグランド学園が当選したりあるので、リーチは、ビッグハテナ以上からです。でこの初めに入った保留がハテナでも消化するにつれて出世していくことがあります。出世が大事です。出世、宮古も出世したいっすよ。もうまあね、キラみたいな扱いなんで、ぶっちゃけ平じゃなく係長くらいまでなったんですけど、早く部長くらいになりたい。さあ出世、いや契約社員、あ社長に変わった。社長熱い。
ますよ。ドリームです、ドリーム。お願いします、社長。ライタイチャンス、ライタイチャンス、越後屋が取れば、アナウンスが小当たりなんですけども、最初保留なんで止まらないと思います。はい、うわー、天山坊か、超のネタも欲しかったな。前半終了からあっという間に100回転。気づけば持ち玉も底をつきそうな勢い。さあ、まもなく飲まれますよ。投資が止まりませんな。あよ。何かしら。再投資します。刻一刻と確率分へ近づいています。2万円目がなくなりました。投資金額と回転数のみが増えています。これはやばい。多分これ越後屋が2つあるんで、多分越後屋に止まると思います。で、越後屋に止まった場合は小当たりか選んで、せーの、はいですよね。で、ここを見てください。私もまだ見ませんので撮ってくださいね。364、前回に引き続き美和子さんに結果は教えません。まあ、この越後屋亭ステージっていうのがほとんど私小当たりなんですよね。いや、これ小当たりなんですよ。なんか越後屋行く時って大体してあれなんですよ、小当たりなの。これで 2ラウンド当選したことないんですよ。小当たりやって言い続きも私で、この表示を気にしてる私、一応なんかちょっと表示は気にしてるんですよ。444まででしょ。はい、Are you ready? これがもし2ラウンドとかやったら、あの武道さんみたいに眉毛固まり反りますよ。まあ絶対小当たり以外チャンスもなく、確率分をオーバー。契約者も出へんわ。来た、いらっしゃい、いらっしゃい、来た。あー、課長に調子したぞ。来た来た来た、来た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 来
攻めて、あーライガー、ライガーかタイガーかどっちか知らんけど、ライガー、ライガー捕獲ですよ。熱いこれ、頼む頼む、これはこの町を救ってください。暑かったよ、面白くない出陣、うじゃうじゃ嫌がるここは倒産、2人が立てるんで後半に必ず発展します。暑かったな、エチブラこれは足りて全然足りてないです。これは足りてないですね。ね、あのあれですよ。契約社員からライガーまで行ったでしょ。契約社員から部長まで行ったんです。まあ小当たりなんで、あっさり80回転終了してしまいました。先長えな。この100回転濃かったですね。ちょ、勘弁してよ。もう後半ここまでの結果です。いやー、なんと言っていいのか。後半ここまで小当たりがたった1回のみ。ここから盛り返しましょう。気持ちを切り替え、おはがきコーナー。はい、マシューコのおはがきのコーナー。曲が違うんですいません。てか妹たちなんで、はいはい。といったわけで、今回もおはぎの方を読ませていただきます。群馬県、伊勢崎市、ペネーム南の風さんです。ありがとうございます。琵琶湖さんこんにちは。いつも楽しく見ています。ありがとうございます。ここで琵琶湖さんに心理テストです。あなたの家にゴミ袋があります。さて何個。こうやってなんか下にこういう感じでまだ見てないんですけども、ゴミ袋3個ということで、結果ドン。この心理テスト、あなたの敵だと思っている人の人数を表しています。0は心が清い人、数が多い人は敵が多いと思われます。なるほどね。だそうですよ。3個、3人敵やと思ってるんでしょうね。じゃあ3人は間違ってないかなっていう気がします。皆さんはどうでしたか。そんな質問とかのこんな心理テストとか面白かったんで、またよかったらどんどん送ってください。こちらの方までお待ちしております。はい、といったわけで、琵琶湖マシューコ浜名湖のおはがきのコーナーでした。よし、あと1回は絶対取ろう。もう誰もおらん、誰もおらんって。あ、兄ちゃん後ろめっちゃ飛んでます。あ、これはガセりません。1、2、久しぶり。あかん、熱いよ。あれ、びっくりしすぎやろ。刺されてる。あかんなぁ。あ、3円来た。トラ！あかん。ダブルで。あー、シングルか。何もない。
から行ってるんで、最終までには発展します。出れましたね。あれ、午前中出ましたっけ。あ、出たの。お刺身やった。最終形にも発展せえねんや。マジで吉さんやのに。こちらの新日、大江戸3種類スペックが出てるんですけど、これが一番荒いタイプ。あと大手レコードが200の台もある、あって、で羽根鉄の100もあるのですけど、おすすめは200の真ん中のライトミドルがおすすめですね。連チャン性もそこそこあるし、16ランドと14ランドの振り分けも結構 20%、20%、40% ぐらいあるのかな。このなんか台の面白さっていうか、SP が面白いので、どうにもこうにもいかず、投資と回転数だけが増えていきます。実践時間もさりげなく延長しております。せめてマイナスは避けましょう。ひらが、ひらしゃいになった。ひらくしゃいがひらになった。あー、係長になった。部長になろう。次で部長で、あー、係長止まりや。でも赤なんで一年するかもしれません。ほら、部長から係長本人から727、めっちゃ盛りますよ。後半発動2ラウンド確変。これを景気にどんどん行きましょう。当たって叱るべきです。あれ、10なら
ないし。これでも食らえ、気まずいや。引いた5ラウンドは各変化通常か分かりませんよ、まあ、どっちか分からないんですけど、この5ラウンドが終了してランダムモードで、まあおそらく中段ステージから始まりそうなんですけど、それが中段から始まっても上段に最上階に上がれば各変の期待度大チャンスです。でこの球が赤とか緑とかに光ると核変の可能性が高くなります。中層階、これが扉が10回転以内ぐらいに閉まるんですよ。ここで上がれば上の可能性が大です。これで最上階に、あ、行きましたね。こんな感じです。最上階に上がったので核兵の期待度が上がりました。
その後実戦は続きましたが、大当たりに縁がない琵琶湖さん。ただでさえ少なかった持ち玉は飲まれる一方。増えていくのは投資金額と回転数のみという悲しい状況。大当たりはもちろんのこと、小当たりにすら巡り合えません。その後どうにか来台チャンスを引き当て越後屋モードに移行。しかし結果は小当たり。持ち玉も成功もつき終了と相なりました。今回の結果です。小当たりには引っかからず潜伏確変が続き、いきなりの16ラウンド確変。そこからチャージを挟みながら14ラウンド確変5ラウンドと連チャンしますが、残念ながらそこで通常へ。その後16ラウンド確変を引き当てますが、 ST 中に当てられず転落。その後は小当たり2ラウンド確変5ラウンド通常とパッとしない結果に。最後にチャンスが来たかと思いきや小当たりを引いてしまい終了。はい、おはようございます。パチンコ必勝番のびやくです。じゃないですね、実戦の方が終了いたしまして、結構長い時間あったんですよね。まあ追い金追い金したんでですけども、結局投資が6万円、出玉の方がゼロということで最悪な結果になってしまいました、久々に。はい、といったわけで、出玉ありが、5回で視聴者様プレゼントが2名様だったんですけど、収支がマイナスだったんで、こうですね、マイナス1名様、マイナス1名様になったんで、なんか本当に大変申し訳なくてあれなんですけど、じゃあこの私物をよかったらもらってやってもらえないかなということで、何がいいかなと思ったんですけど、なんかいつもこれ周りと家にいくつかあって、これ結構最近よく使ってるんですけど、というわけで、今回のキーワードを申し上げたいと思います。社長で、社長保留も熱いで、社長こちらでよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。